ちょっとさ、喉やられた。こんばんは。直し方募集直し方募集中です。喉の早い回復の仕方直た募集募集中にしとこ。でもなんか喉がの、でも喉の痛みから鼻に来てる感じかな今。じゃけちょっと鼻声とガラガラする。そう、喉スプレーは買って、もう薬も買って飲んでる今。薬も飲もうと思って、喉スプレーでいけるかなと思ってたんだけど、初めらへんはちょっと喉スプレーだけじゃこりゃやばいかもしれんと思って、あれ薬も買いました。乾燥、あー、喉飴、喉飴も買おうかな。龍角散の喉飴買おうかな、持ってないから今。あとそのさきほさんにもらったあのドロップを舐めたりしてます今。こんばんは。でも本番が5日後かな。ん？5日？ 5日後。あと本番まであと5日なんですけど、5日あったら本番までには治りそうな、治ると思ってる。治ってほしい。てか治さなきゃいけないし、治したいですね、これは。直したい。バケツはないな。あったかいものか。あったかいもの飲もうかな。あったかいもの飲んで喉飴買おう明日。今日はもう一日お休みで、そう、小屋入り前で一日休みだったんです。めっちゃ休みましためっちゃ休ませてもらいました。本当に朝もう本当昼過ぎぐらいまで目覚ましかけずにいっぱい寝て、で体をもう温泉入ってゆっくりしたかったから、そう、もうと温泉浸かりに行って帰ってきたところでございます。ペラックティー城、ペラックティー城ってなんだ、ちょっとスクショしとこう。ペラックティー城、寝たら乾燥するんだ喉って。ペラック、薬ペラックティー状って、あ、薬なんだ今ね。なんてやつかな、なんかね、ちょっと待って、薬、よいしょ、ベンザブロック L プレミアム喉っていうやつを飲んでます。総合風邪ぐらいです、風邪薬。もうなくなっちゃいそう。でも喉の痛み、咳、鼻詰まりに、よいしょ、薬。
分かんなかったの、これしか。熱はねないです、喉だけですね。あ、重点的に効く。え、この薬なくなっちゃいそうだったからペラックってやつにしようかな。ペラック、ペラックってやつ見てみようかな。売ってるかな、普通にドラッグストア。だるさとか倦怠感もないです、全然。体の不調は1ミリもなくって、だるさとか熱もしんどさもない、普通に元気なんですけど、喉だけやられましたね。なんか一回めっちゃ大きい声出したんですよ、稽古場で。うわーって出した時があって、練習でなんかみんなで、それが結構引き金となっちゃったみたいなうわーって出した日の夜に喉がチクチクなっちゃって、あーめっちゃ声出しすぎちゃったわ、喉、多分喉に力入れて声出しすぎちゃったっていうのを引き金に、なんか喉が痛くなっちゃった。そう、こんばんは。え、龍角散とそのペダックってやつ買ってみようかな。マヌカハニーね。え、蜂蜜系のちょっと飴買おう。蜂蜜系の飴買おうかな。空調もあるのかな、空気のあれ、気温の上がり下がりもあるのかもしれない。あ、カッコン糖か。え、前飲んだわ、お母さんが買ってきてくれたやつだ。その時も喉痛めて、本当確かになんかすぐ治った気がする。えーん、カッコン糖買おう、明日めっちゃ買おう。じゃあ、え、一気に買って一気に飲みすぎるのもよくないかな。でも早く治したいから、明日カッコン糖。カッコン糖買おう。え、鼻声じゃないですか今。めっちゃ鼻声なんで、鼻声でちょっと声もガラッとしてるけど、あんまりわかんない。めっちゃ鼻声直したいです。ちょっと鼻声でいつきちゃんができない、鼻声直さなきゃいけない。早く、あ、はちみつミンティア。え、私も見つけた、はちみつミンティア。うん、見つけた、さやかりんさんと見つけた、つけました、売っとると思って。でも私広島で見つけたことなくって、あの蜂蜜のミンティア、声優さんのやつ。そうだから東京店舗で売ってるのは東京にしかないのかなと思って、それかその存在を知らなかったから、自分さっきほさんにもらうまで、だから存在知らなかったから意識して見てなかっただけかなって話しました。あ、ココアもいいんだ、喉に。カッコン糖とそのそのペディック、ペディックみたいな、ペディックの薬も買って、飴買って、なんかあったかいもの買って、頑張ろう。こんばんは。ペラックだ、ペラック、ペラックだ。うがいね、うがい、確かにうがいしよう。今日は
もう結局さやかりんさんとは温泉は行けなかったです。でなんか昨日温泉次の日に連絡してねってなってて、起きてるかどうかも起きてるかどうかも分かんないからその時間にそうさやかりんさんが、あとその日の気分で気持ちで、ちょっと決めるねってなって、じゃあ連絡しますねって言って起きて、よし温泉行こうって気持ちになった時に、連絡をしたんですけど繋がらなくて、行こっか一人でと思って電車乗った時にさやかりんさんから連絡来て、タイミングってなりました。そう、電車乗っちゃいました今って言って、そで結局一人で行ってきた。めっちゃ気持ちよかった、めっちゃ気持ちよかったです。こんばんは。めちゃめちゃ気持ちよかった。なんかさ、あとさ聞いてほしいのがあって、なんかさ温泉のさドライヤーがあるじゃん、ドライヤー、ドライヤーをね髪乾かそうと思ってドライヤーポッて持ち上げたらさ、なんかドライヤーにこの土台みたいなのがついてて、その土台に立てらしてあったんですよドライヤーがね。だからドライヤーのその土台ごと一緒についてきて、ドライヤー持ち上げたらあれと思って、なんか土台もついてきたと思って土台外そうとしたんですよ、ドライヤーから頑張って。外れなくって、土台がちっちゃめの土台なんですけど、土台が外れなくって、あれ外れんぞ土台がと思って頑張ったけど、なんか外れる土台が外れそうな感じが全くしなかったんですよ。だからこれはこういうものなんかもと思って、こういうドライヤーなんかも外れんものなんかもと思って、土台つけたまんまドライヤーしてたんですよね、こうやって。そう、そしたらその正解分かんなくて、もうでしたら近くの人がドライヤーで髪乾かし始めて、横隣ぐらいの人が、で、あ、どうやって使ってるんだろうと思ってパッて見たら、その人はちゃんと土台からドライヤー外して髪乾かしてるんですよ。土台から外れてて、ドライヤーが、え？あ、じゃあ土台ついたまんまのものじゃないんだと思って、外れるんだあれと思ったけど、なんか外し方わからんくって、土台のうまく外れんくって、外れないぞって思って、そうだから正しくなかった、土台つけたままドライヤーやっちゃったけど、もう外れないからそのまま続けました。土台つけたままドライヤーしてた、ずっとこうやって。でもめっちゃがっちり、どうやって、結局どうやって外れるものだったのか未だに分からず、フック分かんないんだよね。そう、ちょっと重かったちょっと重たかったけど、でもなんかちっちゃい土台だったから全然大丈夫だでした。でも周りの人が土台つけずにドライヤーしてるからさ、なんか土台つけてドライヤーしてるの恥ずかしくなっちゃって、最後らへん、そう、私一人土台つけてドライヤーしてて恥ずかしかったです。ちょっとしかも見られるんですよ、なんかチラチラってなんかこう、あれなんか土台つけたままやってないみたいな感じでチラチラって見られるから、それもまた恥ずかしくて、そう、でも外し方が分かんなかった。土台ごと、土台使ったことあります？
一緒だ。難しいよね、あれ。どうやったら取れるのか分かんなかった。こんばんは。そんなこんなで、ドダイヤードダイヤードダイヤーだった。でした。明日、明日からは小屋入りですね。早い。小屋入りです。セットを使って会場で、楽しみ。めっちゃセットが、セットを使ってあの演技合わせたりするの初めてだから、めちゃくちゃ楽しみです。ドキドキするけど楽しみ。めっちゃ、そう、実感しそう。早いですね。でもあっという間。ありがとう、マヌカハニー配合の野田のおすすめですよ。ありがとう。いや、マヌカハニーの飴絶対買おう。頑張ります。楽しんでくる。めっちゃでも楽しみ。結構最終確認して、でまだ明日が本番ではないから、ではないので、明日段取り確認しっかりしてきます。ドキドキ。ありがとう、プリセス。ね、どんぐらい、なんか他の共演者の方は一回あの会場であの舞台の機材というかセットを何も組み立てずに、その感覚をなんか掴もうみたいな、感覚を知ろうみたいな感じで会場でお稽古をしたことが1回だけあるんですけど、この稽古期間、その日私たちお仕事が入ってて、他のお仕事が入っちゃって、その日の稽古出れなかったんですよ、私とさやかりんさん。だから他の共演者の方は会場で一回会場行ったことあって、なんとなく会場の雰囲気とか空気感を感じてるんですけど、私とさやかりんさんは本当に初めてなのでドキドキですね。そうなんですよね。早く見たいな。もう大きい広さにちょっとわーって圧倒されちゃいそう。緊張しそう、めっちゃ前回も舞台の初日の緊張感めっちゃすごかったもん。めちゃめちゃ緊張した前回の時。初舞台ののもあったし、なんかでも公演とかさ、フェスとか、まあ、いろんなステージに今立ってるからさ、立ってるわけじゃん、立ってきたから、もうなんか公演もフェスもステージに立つっていうことにあんまりすごい、もう心臓バックバックで、もう緊張してもやばい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 、人人人みたいな、手に人書かなきゃってぐらい、もう緊張はあんまりしないんですけど、
でもその初舞台の初日の日はもうド緊張でした。もう緊張して緊張してやばかったもん。心臓がずっとゾワゾワしてる感じずっとゾワゾワしてて、ずっと手に人人人人人って書いて緊張を収めてた。そう、緊張しそうです。ドキドキ。頑張る。埼玉県行くのちょいちょい。私埼玉県初めてかもしれん、人生で初埼玉。え、嘘かも、嘘じゃないかも、わかんない。え、嘘じゃないかも、嘘かも、わかんない。どうだろう、初埼玉かも。違うかもしれん。初埼玉です。うん、な気がするな。埼玉スーパーアリーナ行ったことないな。埼玉、私日本の北行ったことないんですよね。東北の方と北海道、東北も行ったことない。東京、茨城までかな。一番北、日本の一番北、わかんない、ちょっとわかんないけど一番こっち、日本列島の一番こっちって今のところ。そう、秋田とか青森とか東北行ったことない。新潟もない、長野もない、とかもない。行ったことないんです、意外と。っていうか意外とっていうか、あんまりいろんな県行ったことないですね。やっぱこっちが多いかな。西日本が多いですね。西日本はほぼ行ったかも。九州は全部行ったことある。中四国も全部行ったことあるから、西日本は行っても、あ、でも沖縄行ったことないわ。沖縄行ったことない。この近畿は和歌山県とか行ったことないかもしれない。修学旅行はね、小学校が山口県と長崎県に行きました。山口と長崎に行って、中学が兵庫に行きました。で、兵庫県神戸の方回ったりして、兵庫の上の方でスキーした。中学、高校は東京でした。山口から長崎、待ってよ、あれがあるのって、スペースワールドがあるのって長崎だよね。スペースワールドがあるの長崎じゃないけど、あ、福岡か。長崎じゃないのか。あれ、めっちゃ長崎行った記憶があるけど、福岡、あ、じゃあ山口と福岡だ。山口の
修法堂秋吉台ってところはどこ、何県、修法堂秋吉台ってどこ行った、ハウステンボスか、ハウステンボス行ったことない、行ってみたいんだね、ハウステンボス。修法堂行った、あ、じゃあ山口、じゃあね、山口と福岡だじゃん、山口と福岡に行ったんだ、小学校の時。もう修法堂秋吉台とスペースバールドの記憶です、小学校の修学旅行は。で中学で兵庫県行ってスキーして神戸回って、高校は東京行って、東京行ってディズニー行って、横浜の中華街行って、カップラーメンヌードルのなんか工場みたいな、京都ない、京都は修学旅行では行ったことないです。個人的には何回か行ったことある、家族と。そうですね、私だから修学旅行が初東京だったんですよ。初めて東京に行ったのがその修学旅行です。初めて新幹線も乗ったかも高校で初めて新幹線乗った、私多分、乗ったことなかった、初めて新幹線乗りました、高校で。で初めて新幹線乗って、初めて東京に行って、わー東京だーって、初めてのディズニーランドで、横浜中華街も初めてだった。確かに出身地とか年代で全然違うよね、地域差出るよね、面白い。そうだったの、そう。でもね、あの時は新幹線めっちゃ長く感じたもん、友達とみんなで座って、あの席をさこうできるじゃん、ボックス席みたいな感じにできるじゃん、あれでボックス席みたいなのにして、友達とワイ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 話しながら行きましたね。そう、懐かしい。あの時はさ、まだつかないのかなと思うぐらい長かったけどね、4時間の新幹線が日常になるとは思わなかったですね。こんなに東京に新幹線で行くことになるってとは、その時は多分1ミリも思ってなかったですね。あずみんはだから修学旅行で、中学の時の修学旅行でスキーしたから滑れます。これでありがとう、で45分まで配信しようかな、あと2分、ね、スノボはできないな、スキーしかできない、スキーしたいんです。スキーやりたいんよね、スキー楽しいよね。そう、修学旅行一日スキーで先生がついてで、班に一人ずつ先生がついてて、みんなでスキーをするっていう修学旅行でしたでもすごいすごい雪がすごくって、ビュン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 吹いて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 、すっごくって、もう
こう進もうと思ったら雪がこう吹いてくるんですよ。そう、こう進んでたら雪がこう吹いてくるから、もう顔にもいっぱい当たって当たって大変だった。そう、前が見えない、前見えないよって。そこまでね、雪が吹雪くとね、なんかもう雪が吹雪いてないカラッとした中でスキーするのが一番楽しいと思う。もうなんか楽しいよりも大変の方が、うん、記憶が大きかったです。え、そう、もう真っ赤、顔が真っ赤っかになって、真っ赤っかでした。すごい、スキー教えるバイトってね、スキーしに行きたいな。スキー企画ないかな、 STU でみんなでスキーをしようっていう YouTube 企画やりたいな。冬にスキーに行こうって、それでスキーしに行きたいね。イモースとかで確かにスキーやりたいですよし、じゃあそろそろ誕生を読みたいと思います。13位、ラブリー48&46 さん、ありがとう。12位、もやむきちさん、ありがとう。11位、かぎ37さん、ありがとう。10位、日の光さん、ありがとう。9位、ぬしーさん、ありがとう。8位、こにゃまるさん、ありがとう。7位、みょうこうちゃん、ありがとう。6位、ゆずきちさん、ありがとう。5位、せいやん、ありがとう。4位、ブルースカイさん、ありがとう。3位、ケースティンさん、ありがとう。2位、ディオさん、ありがとう。そして1位は、ドルル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 ルバン、ミキヤくん、ありがとうございました。ありがとうね、ありがとう、ありがとう、ありがとう。みんなが教えてくれたやつ、薬とやばい、記憶が記憶がすぐ失う、き薬買って、のど飴買って、マヌカハニ買って、あとなんだっけ、飴買って、薬買って、カコン糖もう一応買ってあったかい飲み物も買って、あとなんかあったっけくらいかな。スカート50回、いや違う、ちょっとしませんやりません。やって、それでちょっと本番までに頑張って直します。頑張って、あずみんの体治れ。乾燥専用にする、うん、乾燥も専用にして。どうやったら乾燥しないの、部屋って。好きとかないからよくわからんな、乾燥しないやり方が。うん、乾燥しないようにして。マスクつけて寝た方がいいの、マスクつけて寝るの、あ、マスクするってこと、マスクしたら乾燥しないので、マスクつけて寝ようかな今日。マスクつけて寝ます。水を入れたコップ置いておく。え、やろう、じゃあそれも、それもやろう、もういっぱいやる、何でもやる何でもかんでもやって直します。ありがとうね、ありがとう。明日から頑張ります。おやすみんだよ、バイバイ。ありがとうね、いっぱい教えてくれて。おやすみんみんです。